こんにちは、池田真子です、はい、今回はセリアの購入品を紹介していきます。今回はね、珍しくアウトドアグッズをチェックしてみたんですけど、結構日常からも使いやすいアイテムだと思うので、ぜひお買い物の参考にしてください。皆さんはこのキャンプブームが始まってからキャンプとかされましたか？私はね、したいなって思いつつ全然できてないですね。でもキャンプグッズとかもね、見てると結構可愛いアイテムもたくさんあって、なんか集めたくなりそうでした。ではまず一つ目、こちらです。食器バンドっていうのを購入してみました。今回クリアカラーを選んだんですけど、他にも何色かありました。はい、取り出すとこんな感じのゴムになっていて、ちょっと前はロゴも入っていますね。これで食器を重ねて持ち運べるみたいです。キャンプをされる方とかはね、食器まとめて持っていくと思うんですけど、こうカチャカチャしたり中でこう散らばらないようにこれで留めておけるみたい。どれぐらい伸びるやろ。あ、でもしっかり伸びますね。なんか輪ゴムやゴムバンドで留めても片方からだけじゃね、その横から抜けるっていうことがあったりするじゃないですか。なのでこう結局十字型に留めたりっていうのもね、したこともあると思うんですけど、なんかそういう時にこのゴムバンドがあればなんか1個で済みそうですよね。しかも汚れても洗えるし良さそうです。最近ね、新しいチャンネルで森の開拓を始めたんですけど、ゆくゆくはね、そこでキャンプをしたいなと思いながらちょっと買ってみました。はい、次こちらです。トランク収納バッグを購入しました。こんな感じで、あの収納バッグなんですけど、トランクに入れてこう固定しておけるようなバッグみたいです。はい、取り出すとサイズが 28×34 で、マチが 25cm、 結構しっかりとマチがあるバッグですね。こうやって広げてみると結構容量もたくさん入りそうです。で、こちらは普通のバッグじゃなくてね、この底、ここにちょっとマジックテープがね、ついてあるんですよ。なのでこれがあのトランクの、あの底のちょっとこうふわふわした部分に引っかかって、固定しておけるっていうようなバッグになっています。結構トランクで荷物を置いてても、この車が動く加減で荷物も一緒に動いちゃうことってあると思うんですけど、こういう風にね、バッグを固定しておくことができるので、トランクの中もぐちゃぐちゃになりにくいし、中身もね、こぼれる心配が少ないと思います。で、素材もね、水を弾くような素材になっているので、まあアウトドアで使うにも便利だと思います。はい、次こちらです。モンターニュのパックケースロング、これは4色展開になっていました。これデザインがもうなんかアウトドアっぽいですよね。この手前の部分をちょっと押すと簡単に開くような形になっています。これね、底も蓋の部分もあの深さがあるので、ちょっと高さがある小物とかでも収納しやすいのが便利です。あとね、これ長さが結構しっかりあるので、例えばアウトドアで調理器具持っていく時とかも入れやすいと思うし、それこそカトラリーとかを収納するにもぴったりだと思います。これはキャンプに限らず、いろんな小物の収納にも使えそうですよね。ただ注意点としてはね、結構このケース傷がつきやすいので、もしそういうのが気になるっていう方はちょっとあのチェックしてから買うのがいいと思います。はい、次こちらです。プレートを購入しました。これは4枚入りで、他にもね、ちょっとちっちゃいタイプのお椀とかコップもありました。はい、中はこんな感じの4色のお皿が入っています。これカラーがめっちゃ可愛くないですか。で、しかもね、プラスチック素材でできているので、まあ、持っていても軽いし、しっかり洗って繰り返し使えるし、落としてもね、割れる心配がないのが嬉しいですよね。ちょっとこれはさすがにちっちゃいかな。ちょっとこのバンドにはね、お皿がちょっとでっかすぎたんですけど、まあでもイメージこんな感じですよね。しっかり留めれますね。
こういうお皿ってね、まあ、ご飯を食べるのももちろんなんですけど、ちょっと何か細かい作業をするっていう時に、そのパーツがどっか行かないようにまとめとくとか、トレイとしてもね使えたりするので、4枚もね入っててお得だとも思うので、気になった方はチェックしてみてください。はい、次こちら、フライパンカバーです。フライパン専用カバーって珍しくないですか？この上の部分がファスナーになっていて、こんな感じでね、フライパンを入れて、ここはね、ちょっと穴が開いているので、ここからこう持ち手を出して収納できるようになっています。直径が24センチまでのフライパンに対応しているみたいです。こんな感じでつるっとした素材になっています。フライパンもね、持ち運ぶとき結構傷つきやすかったりすると思うので、こういうのはありがたいですよね。でこれね、ちょっと丸い形のポーチっていうのがそもそも珍しいなと思って、まあ、ここちょっと穴は開いてるんですけど、普通になんか収納バッグとしても使えそうだなと思いました。例えばなんですけど、さっきみたいなこういうお皿とかを入れるにも、ほら、ぴったりじゃないですか。他にもなんかボールとかも入るかなとも思うし、結構ね、丸い形のものってあったりすると思うんですけど、なんかそういうのを直すのにもいいなと思いました。丸い形のまな板とかも入れれそう。防水とかではないと思うんですけど、まあ、汚れたらさっと拭けるのも嬉しいですよね。はい、最後こちらです。ファスナー付きトートを購入しました。これはキャンプとかではないんですけど、普通にトートバッグですね。ファスナー付きっていうのがポイントです。アウトドアに行かれる方はね、もうあるあるだと思うんですけども、虫がすごくないですか？場所にもよると思うんですけど、私もね、もう森で作業してたらもう虫がとにかく多くて、なのでこういう風なねバッグを外に持っていくと、結構ね、あの虫が中に入ったりするんですよ。それこそ知らない間になんか葉っぱが入り込んでたりとか、砂も混ざるしっていうのもあって、ちょっと今回このファスナータイプも買ってみました。生地は結構薄めになってるんですけど、なんかしっかりしてますね。で、上は全部ファスナーで留めれるようになっていて、はい、こんな感じで容量も大きいですね。そこはマチもついています。もうこれ結構いいかも。バッグ自体がすごい軽いので、持っていてね、その重さも気にならないと思うし、まあ、ある程度のものを入れれると思います。これは買って正解です。カラーもこんな感じの3色が販売されていました。さっきみたいにね、こう折りたたんであげると結構コンパクトにもなるので、持ち運びにもいいなと思いました。はい、こんな感じでコンパクトにもなるので、普通にエコバッグとして持ち歩くのも良さですよね。はい、ということで今回はセリアのアウトドアグッズを紹介しました。今回はね、そのアウトドアに限らず日常でも使えそうなものをメインに選んだんですけど、他にもね、なんかそのキャンプ用のアイテムがたくさんあったので、そちらもぜひチェックしてみてください。もし皆さんの中でね、もっとこういうの紹介してほしいなとかリクエストがあれば、ぜひコメントもお待ちしています。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。